インターネットボットは、インターネット上で自動化されたタスクを実行するアプリケーションソフトウェア。Web ボットあるいは単に、ボットとも呼ぶ。一般に、単純な繰り返しのタスクをこなし、そのようなタスクに関しては、人間が手でやるよりも高速である。ボットは主に、クローラとして使われることが多く、人間の何倍もの速さで、Web ページを自動的に集め、その内容を分析して分類する。 ウェブサーバには、ロボッツ .txt というファイルがあり、クローラが従うべき規則が書かれている。その他にも、人間よりも高速な応答が要求される場面で、ボットが使われたり、稀に人間の活動をエミュレーションするのに使われたり、する。ボットユーザーと、人間ユーザー間のチャットインスタントメッセンジャーや、インターネットリレーチャット上で機能するボットもある。メッセージを提示するボットや、 ユーザーと自然言語で対話するボットが存在する。提供される機能として、天気予報提示、単位変換、ユーザーメッセージへのコメントなどがある。ボットの例として一家がある。チャットアプリにおいてボットはしばしば、ボットユーザーと呼ばれる。この故障はボットがアカウントを有し権限が付与される、ユーザーであることを強調したものである。チャット画面上において、ボットユーザーは、 人間ユーザーと同様の見た目を一見して区別されない。自動化された小取引にボットを使うにあたっては様々な議論があった。オークションサイトイーベでとある企業が安売り情報を収集するのにボットを使い、これが法廷に持ち込まれることとなった。しかし、この件は逆効果となり、かえって同サイトにボットが横行する結果となった。イギリスのギャンブルサイトベトフェアは ボットが増えていることから、ボット向けにウェブサービスの API を公開し、積極的にボットとのやり取りを管理しようとしている。不正な目的でのボット仕様として、ネットワーク接続されたコンピュータへのドス攻撃などの自動化された攻撃を行うものがある。フィッシングに利用される場合もあるし、最近ではオンラインゲームでも不正目的で使われている。スパムを大量に流すボットを、特に スパムボットと呼ぶ。不正目的のボットや、ボットネットには、以下のような種類がある。スパムボットマイナスホームページなどを巡回し、電子メールのアドレスを収集する。主に、スパムメールに使用するためのもの。あるいは、電子掲示板や、ウェブログなどを巡回して、広告スパムを自動投稿するためのもの。ダウンローダウェブサイト全体をダウンロードしようとして、 回線容量を使い切る場合には不正目的となり得る。ウェブサイトスクレーパーマイナスフィッシングで使われるボットで、ウェブサイトの内容を動用して、偽物のサイトを作成する。ボット MMORPG などのオンラインゲームで苦労しないと手に入らないアイテムなどを得るため、あるいはリアルマネートレーディングに使用するためのゲーム内の通貨の大量確保のためにボットを使用するものが見られ、 オンラインゲームのゲームバランスを破壊する要因として問題視される存在となっている。著作権侵害を創作するボット、マイナス著作権侵害を見つけた場合、その個人や企業を訴えるとして、金銭を強括あるいは差手せしめることを目的にしている。DDOS 攻撃用ボット標的にしたホームページやウェブサーバーに継続的に過剰な負荷を与えてダウンさせることを目的にしている。 ペニーオークションの落札を阻止するボット、ペニーオークションで容赦なく入札され、容易に落札させないことを目的にしている。コンピュータウイルスとアームボットネットなどダ不夜が、転売目的のチケットを買い占めるためのボット。ありがとうございます。